皆さんこんにちは。認知症予防動画です。一緒に楽しくゲーム感覚でやっていきましょう。今回は記憶問題です。5つの絵が出てきますので、それを40秒で覚えてください。その後にどの絵があったのかを答えてもらう問題です。全部で3問あります。それでは早速やっていきましょう。第1問、下の絵を全部覚えてください。今回は猫です。後ろ姿ですね。色や模様で覚えてください。猫の後ろ姿って可愛いですね。終了です。ではどの絵があったでしょう。先ほど覚えた猫の後ろ姿はどれですか。思い出して選んでください。終了です。答え合わせです。ネズミ色、薄いネズミ色、茶色の猫がいました。第2問、下の絵を全部覚えてください。今回はラーメンです。器の模様や色、乗っている具材など覚えてください。残り10秒です。終了です。ではどの絵があったでしょう。先ほどにはどのラーメンがありましたか。器の色、乗っている具材、思い出して選んでください。終了です。答え合わせです。この3つのラーメンがありました。第3問、下の絵を全部覚えてください。今回は移動販売車です。皆さん利用したことあるものはありますか。残り10秒です。終了です。
ではどの絵があったでしょう。先ほど覚えたものをよく思い出して選んでください。どの車がありましたか。です。答え合わせです。この3つがありましたね。問題は以上です。今回の記憶問題はいかがでしたか？脳は使えば使うほど若返ると言われています。一緒に認知症予防をしていきましょう。